土屋の車の話。今回取り上げるテーマ、ディーラーでございます。はい。ディーラー。ディーラーって。バクスだよね。そのディーラーじゃないですよ。違います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 。違う。何を思い浮かべますかって聞こうと思ったけど、もうやめようかなと思います。あのね、あんまふんなく、土屋さんには基本的に一切ふんなくていいですから。わかりました。もう意味がないですから。意味ない時間になっちゃう。ディーラーですよ。ディーラーと聞いてどういうイメージですか。もう正規販売店というかそういうイメージがしますよね。ディーラーっていうと。そうですね。ディーラーというのは基本的に自動車の分野で言いますと、製造メーカーと販売店の契約を結んだ会社が出店したお店を自動車ディーラーと呼ぶのが一般的だと思います。まあよくね、正規販売店っていいですか。そうですね。はい。正規じゃないパターンっていうのはどういうものなんですか。正規じゃないのはこういうお店ですとか、まあ中古車屋さんが正規でないところ、あとはまあアメリカの車を輸入するのであれば、並行輸入の。はい。並行輸入でアメリカで車屋さんをやっているところが日本に輸出して、で日本の支店で販売するということはあるかと思います。なるほどね。はい。この時代にアメ車とフランス手つけないですよ。ところ常人ぐらいですよこれ。やっぱりなんていうのか、日本人ってやっぱりドイツ志向なんですよ。そうそうそう。ね、例えばベンツにしろね、BM にしろアウディにしろ、やっぱなかなか壊れないとかってイメージあるんですけども、今どんどん変わっていて、本当にコンピューターも盛んとかね、発達してるんで、フランス車であろうとイタリア車であろうとアメ車であっても本当に昔と違っていい車ばかりですよね。はい、今何がいいんですか。プジョー小さい車です。コンパクトな車ですと208が少し SUV タイプの2008という車がありまして、非常に好評いただいております。プジョーは今もうニュール最速みたいなことやってますよね。そうですね。はい、208はかっこいいね。色もブルーとかなので綺麗だよね。はい、ありますよね。ではですね、ここでですね、5分間セールス対決というものをやってみようかなと思っております。セールするの？セールするんですよ。この企画はですね、ジープとプジョーのそれぞれディーラーにいらっしゃるセールスのお二人が、テリーさんと土屋さんにそれぞれの車の良さを5分間で熱く語っていくというのをやっていこうと思います。いいですね。それではご紹介させていただきます。はい、ジープ横浜港南店の敏腕セールス山下遥さん、そしてプジョー相模原店の敏腕セールス村瀬弘明さんです。よろしくお願いいたします。敏腕セールスのお二人、ここからはそれぞれその車に対する良さであるセールスをしていただこうと思うんですね。でお二人にはちょっと意地悪な目線も持っているお客さんという体で。確かにそうですよね。買う方はお金出しますからね。そうですね。それ結構やっぱ慎重になりますよね。本当に買うつもりでセールスをされた後にどちらの車を欲しくなったのかジャッジしていただこうと思います。そりゃそうだ。もう人並みなんですけど、はい、お客様のニーズをよく聞いてですね、はい、そのお客様にぴったり合ったご提案ができるように、はい、我々心がけて、はいはい、営業を提案しておりますので。みなりを見てから決める？いや、もうそういうわけではなくですね使い方であったりとか、はい、家族構成であったりとか。いかがですか？心がけているという意味では、はい、そのジープを所有していただいたら、こんな楽しいところに行けますよとか、こういう使い方ができますよっていう、喜んでいただけるような。家買うのもそうじゃないですか。この家買ったらこんなね、生活が待ってる。多分車もそうだと思うんですけども、これ先どこ行けるんだとかね、旅とかね、その思いなんかの時にもね、そういう提案もありますよね。そうですね。さあ参りましょうか。ではジープの山下さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お二人いいですか？はい、いきますよ。せーの、どうぞ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。あ、これですよ、土屋さん。あ、これね、ベストカーで見たやつね。大人気のジープ、ちょっとこれ説明してください。はい、こちらのお車はジープアンリミテッドスポーツというグレードになっております。はい。はい。特徴としては、皆さんジープって言ったらこれを想像するようなお車だと思います。全体モデルと違うところはどうですか？もう 95% の部品は違うもので作られてます。はい。エンジンは？これは 3.6 リッターです。3.6 リッター、はい、リッター何キロぐらい走るんですか？実際、街乗りだと、10はいかないと思います。10はいかないってことは、多分7、8でしょうね。7、8ぐらいですかね。昔で言うと、アメ車ってね、もうリッター5も走らないとか、メーターが走っていくうちに減っていくのが見えるっていうぐらい言われてたんですけど、それと比べると、だいぶ燃費も良くなってると思います。いや、でもね、土屋さん、いいよね。前と比べてね。内装豪華になりましたよね。はい。昔は意外となんかね、無骨な感じがしたんですけども、ちょっと乗ってみてください。アメ車が右半ってのがいい。なんか日本をちゃんと見てくれたのかなっていうアメリカが。これどうですか、内装でやると一番大きな変化は。ですね、以前までのモデルはナビゲーションとかモニターとかが全くついていなくって、一般的なオーディオですとか、エアコン関係だけのスイッチだったんですけど、だいぶ内装がゴージャスになっています。ああ、そうね、ナビとかついてなかったもんね。そうですね。あとこれ取り回しってんですか？はい。その取り回しはどう？結構日本の道って狭いじゃないですか。だからやっぱアメリカにね、地方だからでかい。それをどう？1個前のと比べると、例えば4車線ある道路、2車線2車線の道路で端から端で U ターンができなかったんですよ。ただ、そうですそうです。今の JL っていうんですけど、こちらのラングラーは普通にちょっと大回りしていただければ、一般的な乗用車の感覚で回転できます。 U ターンできる。はい。悪くないですね。いや、悪くないです。後ろ乗ってみたい。はい、ぜひ。はいはい。どう？あ、なかなか快適ですよ。快適。うん、なかなか快適ですよ。後ろ、上、ほら。これエカルピラーですね。そうなんです。屋根が外せるようになってまして、ちょうど中から見て白い部分は全部取れます。ああ、そういうことか。はい。これが取れるんですよね。完全なフルオープンですね。さあ、もう残り1分ですよ。肝心なこと聞きましょうよ。これお値段はおいくら？車両本体558万円。558万円。そっから今値引きってどれぐらいの？値引きは実際お店に来ていただきましたら。あ、そう。なんだと？大体いくらぐらい引いてくれる？そうだ、そこが一番大事だよね。今日買いますって言っていただけたら、今日お出しします。あ、そう。はい。おお。5、4。買いますか、買いますか。買いますよ。買います。買います。買います。終了。初めてのフランス車。なるほど。ちょっとそれがいいですね。やっぱり先ほど言ったようにドイツ車とか買いやすいけど、初めてのフランス車っていうちょっと不安もある、2人は。なるほど。そういうことですね。行きましょうか。じゃあ参りましょうか。村さん、よろしくお願いします。では参ります。せーの。こんにちは。どうもいらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。この人に今噂の3008。3008。色もいいですね。ありがとうございます。バーティゴブルーで。僕ら二人とも初めてのフランス車なんですよ。ああ、なるほど。ちょっとフランス車のね、ちょっと不安もあるんですよ。はい。おしゃれなの分かってるんですけども。はい。ちょっといいとこ教えてください。例えばですね、プジョーの場合、よくネットとかでも猫足って出てきますね。すごくしなやかな足なんですね。で、フランス国ってすごく日本に似てるんですね。もともと農業が盛んな国ですので、ダートの道があったりとか石畳があったり、アスファルトがあったり、どんな道でも車が揺れませんよとか滑りませんよっていうのはワードなんですね。なるほど。例えばお料理にも和食があって中華があってフレンチがあるように、フランス車ってその車にもドイツ車日本車はもちろん味付けが違うと思うんですね。フランス車の味付けすごくいいと思います。デビューはいつですか？このモデルになって、この顔になってからまだ半年ぐらいですね。半年。はい。おしゃれ、顔が。ありがとうございます。じゃあちょっと内装もおしゃれ。ぜひぜひ。はい。もう顔がおしゃれ。失礼いたします。あらら。あら。さすがフランス車ですね。雰囲気ね、これ。ね、ちょっと。はい。乗ってください。はい。おしゃれ。ちょっと見どころ教えてください。ありがとうございます。プジョーの車はすべて今アイコックピット。操縦席という考え方で、メーター、通常メーターとここから見ていただくんですが、こちらから見ていただくような感じですね。計器類が上にあることによって高速走行時に目線を落とすことなく運転していただけることが可能でございます。どうですか、土屋さん、それは。や、かっこいい。ありがとうございます。お似合いです。あのね、オフランスっていう感じ。オフランスでございます。コックピットって感じですよね。そうですね。あとは綺麗。作り方がこういうところに LED があったりとか、ここのステッチの糸がとか。この LED は色変えられるの？あ、変えることができます。あ、そう。はい、これ今流行ってますよね。ちょっと後ろどうですか？ぜひ。はい。あ、でもこの辺のね、はい、柄もなんかいかにもフランスっぽい感じですね。ありがとうございますね。はい、残り1分。おしゃれ、おしゃれ。いや、ちょっと、ちょっと後ろも見させてください。おしゃれ、おしゃれ。いいですか？はい、こちらですね。いや、もうバタバタですけど、すいません。あ、広い。お風呂これで倒せるの？さようでございますね。それで倒せるような感じですね。かなりフルフラットに近いですね。さようでございますね。ということは土屋さん、これね、すげえ車中泊できる車。おっしゃる通りです。この4m45の車でそれができてしまうっていうのがすごいですね。これワンボックスでできるのは当たり前の話なんですけど、4m45の車でこういう楽しみ方もしていただける。皆さん、はい、時間ないんですよ。あと20秒です。お値段です。もう一度言ってください。はい、534万8,000円。534万円。いくらにしてこれね。買っていただけるんであれば、はい、目いっぱい今日は部長が来てますので。部長来た。はい、条件頑張らさせていただきます。どのぐらい頑張れるぐらい。逆にどのぐらい頑張れば買っていただけます。2割。2割。この人ね。終了。この人は聞かなくていいです。お二人どちらにされますか。はい。よかった。いました。どっちですか、どっちですか。私は村瀬さんですね。なるほど。はい。ありがとうございます。欲しくなったと。うん。まあでも村瀬さんはセールス対決ですよね。うん、フランス好きの心を掴もうというところがキャッチがうまいわ。なるほど。うん。なんかイメージが膨らみましたよね。はいはい。お話聞いてて、なるほどな、この手で組むのかなと思って。なるほど。うん。でも日本人がそういうことは。車以外のフランスのものは好きだけどっていうところで、おお、何そこから入ったなと思って、非常にやっぱりね、言葉が持っていき方がやっぱりうまいよね。匠っていうか、なんか素直に入りましたよね。なるほどなるほど。土屋さんは？俺はミーハーだからジープでしょ。やっぱり今すげえ売れてんの今ね。車じゃないんだよ。だから説明がどっちが良かった。説明ですよ。説明は村瀬さんの方がうまいな。いや、なんか日本人の心掴んで、フランスってこうですよみたいな。それこそセールス歴がもしかしたら違うのかもしれないです。そうですね。どのぐらいで？僕はもう30年ぐらい。なるほど。私5年目です。なるほど。まあそうしょうがないですね。皆さん出たのかもしれないですね。ということで、勝者は村瀬さんということになります。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは、ジーププジョーの最新モデルの紹介、そして試乗コーナーということで。いいじゃないですか。いやね、乗りたかったんですよ。ちょっとね、説明をね、してほしい。ということで、じゃ、まずはですね、ジープから参りましょう。これはいつ出たんですか？今年ファイナルチェンジで出ました。これ何が変わったの？安全装備が主に変わったっていうのと、前の顔の部分がやっぱり少し印象が変わりました。これはいいね。これ分かりやすくていいというのはね、寒い時なんか手袋してるじゃないですか。で手袋したままやれるから、そういう形で、あとね。アメリカ人の人は手が大きいでしょ、はい、だからこれあんまりちっちゃいとダメなんだよね。そういうふうにうるせえ客だな。いやいや、でもね、結構こういうの大事なんだよね。これ向こうは倒せるの？倒せます。やってみてください。だいぶ入りますよこれ。割とそうですね、ここまでだね。入るね。なんかあれですよね、アメリカの車じゃないみたいでしょ、内装は。いや、綺麗。そうなんですよね。アメ車って普通安っぽいじゃないですか、もうプラスチックだらけで。あ、そうですよね。こういうとこだってね、びっくりしたのがね、こういうふうでちょっと贅沢感を出してね。これリミテッドっていうのはクラスとしては高い方で、一番上のグレードの車なので。これいくらするの？495万円。ああ、別に高いってことではない。まあ500万ですね。そうです。まあ SUV だからそんなもんですね。ということは一番いいやつが495万じゃないですか。はい。何クラスあるんですか？スポーツとロンジチュードとリミテッド。ってことはスポーツが一番リーズナブル。そうですね。それはおいくらですか？350万ぐらい。全然違う。ご案内ね。ってことは350万円とのなんか差は何ですか？違いはまずそのレザーシートだったりとかっていうのと、交通標識を検知して安全装備が少ししっかりしてるっていうのが。これ燃費はどのぐらいですか？大体7から11ぐらい。7から11って曖昧だよな。街中が7で、それこそ乗り方によって変わってきます。なかなかいいですね。いやもうなんかだからどこの国か車かわかんないよね。わかんない。本当にこう内装とかも高級感が出たので、ある意味こうジープらしくないお客さんとかもこうそうだよね。派遣になったりする車だと思います。強さこれあれはどう？これ横の揺れ具合っていうか。しっかりしてますよ。揺れる感はない？ない、全然ない。ない。全然。本当にこうどこのメーカーって言われてもわかんない。これそうなんだよね。そう。これだから乗用車ベースの SUV って感じ。乗り心地とか質感とか、そのボディ構成とか。なかなかいいね。いい？うん。エンジンもスーッと伸びてくる。お、ブレーキもいいじゃないですか。いいですよ、いいです。いい。しっとりしてる。今回紹介する車はPeugeot の508。はい、一番高級なモデル。はい。これがこちらでございます。これが一番高級。高級なモデル。これでいくら？これで650万。おお、いいですよね。こちらがハイブリッドモデルなんで。あ、ハイブリッド。そう、ハイブリッド。エンジンは？1.6 リッターのガソリンターボ。ああ、ガソリンターボのハイブリッド。もちろんハイブリッドなので、燃費がすごくいいんです。リッターどのくらいですか？それは難しいですね。例えば電気だけで走るんだったら、大体55キロぐらい走れますので、エンジンだけは17点ちょっと。エンジンだけでリッター17キロはすごいよ。はい、だから昔のね、こういうセダンと違って車高が低いですよね。そう、約42ですね。これだから10年ぐらいのトレンドですよね。そうそうですね。だからもう一つのセールスポイントはやっぱりスタイル。こういうのってないんですよね。なかなかない。ここからつるんと来てね、落ちてくる。これ持ってこるという。こういうのってほら日本ってどうしても SUV とかさ、ワンボックスカーが人気あるけども、ヨーロッパなんかダンディーだから、それを良しとしないで、こういう車でそれこそね。村村さんみたいにスーツを着て乗り込むっていうね、かっこいい、そういうトレンドですよね。はい。で一応こちらのシートはマッサージついてますね。あ、そう。ここを押すと、でそれで今マッサージしてる。でいろんなメニューがありますね。マッサージに。そう。これあれですよね。これでね。ちょっとカーボンタッチ。そうです。これはピアノブラックでね。そうです。高級感出してますよね。はい。あと最近のトレンドでステアリングが丸くないですよ。メーター見やすいのこれ。そうなんです。プージョだけはメーターを上から見るように作ってますね。いやこの辺おしゃれ。おしゃれだね。ね。ピアノの鍵盤みたいなもん。いやそうですよね。例えばこのピアノのねブラックでね。土田さん、どうですか車は？いやもうオフランスですよ。オフランス。なんかしっかりしてますよね。しっとりしなやか。もうね、サスペンションの入力が優しい。優しいですか？猫足。もう本当こうしなやか。猫足ってね、具体的にどういうことですか？ふわふわふわっと歩くじゃないですかね。バタバタ犬みたいにしないでしょ。ふわふわっと動くんですよサスペンションが。だから。このギャップの入力は優しいでしょ。丸いその入力の仕方がこうとんがらないで、よかったらドライブモードをいじっていいですよ。あそこのこれですね。そう、あ、それいろいろあるんで、これなんか電気かコンフォート、あとハイブリッド、あとスポーツ。これが今スポーツですね。あ、エンジンかかったスポーツはそうで、これでいきましょう。1.5 リッターターボで、そう、はい、ああなるほど、エンジンとモーターが、そう、これはトルクありますよ。あ、そう、はい、320。おお、スムーズ、スムーズ。あと音がいい、音がいい、音が気持ちいいなこれ。音がいい、ほら何この音、うん、使えますよ。いやこれちょっとドイツ車とは違うな、はい、いやこれはまた欲しくなるなね。今回の収録に協力してくれたのは埼玉県坂戸市の車屋さんアゲットさんです。はい、まあ、中古車はもちろん、うん、新車の販売ですとか車のカスタムチューニングもトータルで任せられるんですよ。あ、いいね。はい、そういう店なんで、はい、まあ車好きあるいはそうでない方もぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。さあいかがでしたか、乗ってみてのその感想は。いいですね。いや本当にね、土屋さんどうでした？久々にセダン乗ると、うん、セダンってこんなにいいのかなと、乗り心地がね、うん、そう。高い車に乗ってると、背の高い車に乗ってるとこう揺れるじゃない、それがセダンはない。でこのプジョーはもうね、なんかこう優しいこう雲の上を走ってるようなオフランスの猫足のしなやかさがとても素敵。そうなんですよ。もうジープはいかがですか？いやでもね、非常にね、ファミリーで乗るのは安心して乗れる。いやそれはそうで、大きさもコンパクトだから、まあもちろん人気があるのは普通のねジープなんですけども、冷静に考えるとこっち側の方が普段乗るには、例えば家で奥さんが乗るには非常に乗りやすいし、子供も安心できるんじゃないかな。家族が本当にこう、もう子供も小学生中学生ぐらいになったらこっちの方が絶対いい。なるほど、 SUV の方が。革ジャンを着てんのかセーターを着てんのか。なるほどなるほど、あ、素晴らしいですね。その通り、そうだよね。だから革ジャンももちろんかっこいいんだけど、四六時中体だと肩ちょっと凝ってくるなって感じがする。これはそんな感じはしない。しないしないね。やっぱセーターで、まあカーディガンとかね。ジーさん、じゃあ本日はいかがでしたでしょうか。もうとっとと帰りましょう。お腹いっぱいになりました。ありがとうございました。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。